らに展示してある製品はどんなものになりますか？こちらの着地装置は、従来のコイルによる着地に比べ微小なピッチでの着地が可能なものとなっております。従来のものでは1ミリ以下の着地が困難だったところを、これはミクロオーダーの着地が可能ということになっております。このように回転させて着地をしていただいた後に、のかざして、おお、このように微細な着地を行うことが可能となっています。このようにして分かるんですね。そうですね。どんな風に活用されていきますかね。そうですね、ABS 用センサーでしたり、磁気エンコーダーなどにご利用いただけるかと思います。他にはどんな特徴がありますか？はい、今こちらにあるのはリング状なんですが、あとは板状のものでしたら着地可能となってまして、だいたい2、30秒で着地が可能となっております。